こんばんは、ソムリエなゆです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回はワインに合うおつまみを作ろうスペイン編ということで、簡単で美味しくてワインに合うおつまみを作っていきたいと思います。今日は美味しいワインを飲むぞっていう時、せっかくなら美味しいおつまみも欲しいですよね。でも本格的な料理は大変だし、わざわざ材料を揃えるのもめんどくさいということで、少ない材料で簡単にできるレシピをご紹介します。今回作るのはスペインカタルーニャ地方の郷土料理カルソッツです。実は今回カタルーニャ地方出身のシェフのワークショップに参加してきたので、その中で教えていただいたレシピを再現したいと思います。動画の流れとしては、まずカルソッツって何ということで、どんな料理なのか簡単に解説、またカタルーニャの代表的なワインについても紹介させてください。それから実際に作りながらレシピをご紹介、最後にワインと合わせて味見したいと思います。ワインに合うおつまみを知りたいとか、簡単で美味しいおつまみを作りたいという方にぜひご参考にしていただけると嬉しいです。この動画が参考になったらグッドボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではやっていきましょう。それではカルソッツってどんな料理なのか簡単に解説していきます。カルソッツとはカタルーニャの冬の名物料理なんです。11月から3月頃まで冬のシーズンだけ食べることのできるネギの炭火焼きで、外側を真っ黒になるまで焼いて中のトロトロな部分を食べるんです。これにトマトとパプリカ、アーモンドで作ったロメスコソースをつけて食べるんですが、このロメスコソースが最強に美味しいんです。そこで今回は東京内幸町にあるレストランレストゥディさんで行われたワークショップで、シェフのジョセップさんから直接教えていただいたロメスコソースのレシピを再現したいと思います。このワークショップではなんとカタルーニャ地方の郷土料理をフルコースでいただいてきちゃいました。ワインもお料理も全部めちゃくちゃ美味しかったです。この時の詳しい話は今度ボイシーで話そうと思います。ぜひ聞きに来てくださいね。さて、カタルーニャ地方といえばワイン産地としてもとっても重要な場所なんです。レシピ紹介の前に2本だけお手頃ワインとその特徴も紹介させてください。おすすめ1本目はこちらのカバ、ロジャーグラートというワイナリーのもので、ローソンなどのコンビニやスーパーでも手に入ります。すごく高級感のある味わいで、これが2000円ちょっとで買えるのは素晴らしいです。カバはスペインを代表するスパークリングワインなんですが、このカタルーニャで作られているんですね。シャンパーニュと同じ瓶内二次発酵で作られていて、世界中からも高い評価を得ています。おすすめ2本目はこちら、フランク・マサールという作り手さんのオーガニックの赤ワインです。ぎゅっと濃いエキス感の果実味と程よいタンニンの心地よいワインです。プリオラートのワインでオーガニックで1000円台ってなかなかないので、これはぜひ一度飲んでみてほしいですね。このワインの作られているプリオラートという地域は赤ワインが有名で、スペインに2カ所しかない最上級の格付けにも認定されているんです。カタルーニャ州はスペイン北東部の地中海沿岸に位置しています。また標高の高い山も多い場所で、海の温暖な気候と山の冷涼な気候、どちらも合わせ持った表情豊かなワインがたくさん作られているんです。ぜひカタルーニャのワイン探して飲んでみてください。さて、難しい話はこれくらいにして、早速カルソッツの材料からご紹介していきましょう。はい、ではカルソッツの材料こちらです。まずは下仁田ネギです。下仁田じゃなくても太めの長ネギなら OK です。そしてロメスコソースの材料が、まずトマト、パプリカ、アーモンドですね。それからパンとニンニク。調味料はオリーブオイルとお塩とお酢だけです。それでは作っていきましょう。はい、これでトースターで焼いていきます。はい、いい香り。はい、こちらは後で皮を剥いていくので、ちょっと粗熱を取っていきます。ではその間にネギも焼いていきましょう。この白い部分を使っていきます。はい、これもオーブントースターで真っ黒になるまでじっくり焼いていきます。ちなみ
みに青いところは細かく刻んで味噌に混ぜたり、ごま油と塩と混ぜてネギ塩ソースとか作っても美味しいです。はい、こんな感じで全部の皮を取り除きました。パプリカは種も取りました。ではここからロメスコソースを作っていきます。パプリカパウダーのある方はここで入れてください。そしたら野菜も汁ごと入れていきます。もう美味しそう。はい、いい感じです。これをフードプロセッサーで回していきます。これ私が愛用しているちょっと小さめのフードプロセッサーです。カプセルカッターってやつなんですけど、すごい使いやすいのでおすすめです。フードプロセッサーじゃなくてもミキサーとかブレンダーがある方はそちらを使ってください。うわー、いい香り。めっちゃいい感じ。パンをソースに使うっていう発想が全くなかったのですごい新鮮だったんですけど、シェフ曰くスペインの人にとってやっぱりパンはすごく大事なものみたいで、こうやっていろんなものに使うって言ってましたね。もったいないからこそげ取りたい。はい、これでロメスコソース完成です。うわー、いい感じ。めっちゃいい感じに黒くなりましたね。美味しそう。ではこの皮を剥いてロメスコソースをかけていきます。はい、完成です。めちゃくちゃ美味しそう。では早速ワインと合わせていきましょう。はい、今回合わせるワインはこちらの2本です。ちょっと欲張って2本用意しちゃいました。カタルーニャの郷土料理なのでカタルーニャのワインをということで、個人的に大好きなカタルーニャのワインを2本開けたいと思います。こちらがシン・カバ・チャレッドというワインですね。スパークリングワインのカバです。これはね、もう安くて美味しくて最高なやつです。普段飲み用に1本は置いときたいやつですね。こちらはエルメンティデーという赤ワインです。エキス感濃いめのコクうまワインですね。それでは開けていきましょう。はい、では準備できました。ちょっと頑張ってソース作りした甲斐がありました。めっちゃ美味しそう。
ではまずワインからテイスティングしたいと思います。まずはカバから。いい香り。オレンジとかアンズとか黄色いお花みたいな、すごく華やかで明るい感じのキャラクターの香りですね。ではいただきます。今日もお疲れ様です。乾杯。おいしい。本当個人的にも大好きなやつなんですけど、本当安定で美味しいですね。なんかもうホッとするような味わいです。では赤もいただきます。これ品種はトレパットっていうカタルーニャのブドウで、ロゼのカバとかにもよく使われてるブドウですね。では香りから。あーすごいエレガントな香り。カシスとかブラックベリーみたいな濃い色のベリーの香りに、ちょっと紅茶みたいなタンニンを感じる香りと、ほんのちょっとスパイシーなニュアンスもありますね。ではいただきます。うまっ。果実味はすごく繊細で、タンニンもしっかり感じるんですけど、すっごくきめ細やかで、余韻も長くて、すごいエレガントなワインだと思います。ではカルソッツもいただきます。ソースたっぷりつけて。ではいただきます。めちゃくちゃ美味しい。ちょっとこれ私作ったのかな、天才かな。え、マジで美味しいよ。このアーモンドのコクがすごいですね。あとトマトの酸味とパプリカの甘みと、すごい全部が溶け合って、めちゃくちゃ美味しいソース。ではワインと合わせてみます。まずカバから。もう美味しいに決まってる。ワークショップでシェフも言ってたんですけど、もうカバは万能だっておっしゃってて、前菜からお肉料理まで全部カバで通すカタルーニャの人もいるんだよっておっしゃってました。では赤ワインにも合わせてみます。まずは一口いただきます。何じゃりゃうまい。なんかチーズでも入ってるんじゃないかみたいなコクがありますね。いただきます。うん、まっ。赤もめちゃくちゃ美味しい。なんかソースにトマトとかパプリカとか赤い野菜がたっぷり入ってるから、すごいいいですね。めっちゃ合う。赤ワインを口に入れることで、さらにソースに深みが増すというか、広がりのある味になります。これね、ほんとめちゃくちゃ美味しいから、ぜひ作ってみてほしいです。ちょっと手間はかかりますけど、なんか時間ある時にぜひ作ってみてください。今回はカタルーニャ出身のジョセップシェフから教えていただいたロメスコソースで、カタルーニャの郷土料理カルソッツを作ってみました。ちょっと手間はかかるんですが、材料を焼いて混ぜるだけなので意外と簡単でした。そんでもうワインにも最高に合いますね。お家にいながらスペインバルで食事しているような気分になれるので、ぜひぜひ作ってみてください。今回カタルーニャの食文化を日本に広める活動をしている団体様に、このようなワークショップのご案内をいただきました。ありがとうございます。カタルーニャの料理美味しそう、ワインも飲んでみたいと思った方は、11月22、23日の2日間渋谷キャストでカタルーニャフードガーデンというイベントが行われますので、ぜひ足を運んでみてください。私も遊びに行こうと思います。いかがでしたか？このチャンネルではおうちワインがもっと楽しくなるポイントなどを発信しています。美味しそう、飲んでみたいと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。また私の公式 LINE では、今日カタルーニャの料理作り尽くして食べまくるんだけど、どんなワインが合うかなとか、お友達の家に持っていくのにおすすめあるなどなど、ワインに関するお悩みや疑問を24時間受け付けております。あなたの専属ソムリエがお答えしますので、ぜひ概要欄のリンクから友達登録お願いいたします。また美味しいワインが飲みたい、全部プロにお任せしたいという方は、私がお一人お一人に合ったワインをお届けするバンビバンというオンラインワインショップも運営しております。私のオリジナルグッズを扱うアユのワイン小部屋もオープンしておりますので、ぜひ遊びに来てください。ワインのこと、ペアリングのこと、もっと深く知りたいという方は、インスタグラムや音声配信のボイシーなどでもっと深くお話ししておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ワインに合うおつまみレシピ、これからもどんどんご紹介したいと思います。また渋谷キャストのイベントもぜひぜひ行ってみてくださいね。行きたいとか行ったよっていう方は、ぜひコメントで教えてください。コメントいただけたら、今から10回カタルーニャを噛まずに言って喜びます。カ
タルーニャ、カ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 タルーニャ。それではまた次の動画でお会いしましょう。素敵なワインの時間を過ごしください。またね。カタルーニャ、カタルーニャ、カタルーニャ。このワークショップではなんとカタルーニャ地方、このワークショップではなんとカタルーニャ地方、なんとカタルーニャ地方の郷土料理を、郷土料理このカタルーカツカバはスパイ、スパインカタルーニャの郷土料理カタルーニャの郷土料理カルあカタルーナカタルーニャのカタルーニャの見えない